はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、覇王龍ザークです。本日なんですが、どうしても使いたいカードがあってね、この覇王の激鱗というカードを皆さんご存知でしょうか。あの覇王龍ザークを脱法召喚するコンボをこの間紹介したと思うんですよね。あの覇王龍の魂っていうカード1枚からあのザークが出るよっていうコンボなんですけど、この覇王の激鱗っていうカードすげえロマン詰まってて、これめちゃくちゃな効果書いてるんですけど、自分のフィールドに覇王龍ザークが存在する場合に発動できるっていう、なんか今まではマジむずい条件だったんです。これいやこれ用意した後でこれ打たなきゃいけないみたいなね。まあ一応自分フィールド上に覇王龍ザークがいればいいから、なんかそのなんかなんだろう、あのモンスターゾーンじゃなくてもペンドラムゾーンとかでもよかったりしたんだけど、このね、カードどういう効果持ってるかっていうと、覇王龍ザークがいたら羽織るザク以外の自分のフィールドのモンスター全部破壊して、あ、ちなみにモンスターはいなきゃダメ、絶対自分のフィールド上に。で、破壊できないとダメだから、あのモンスターは絶対いないとダメなんだけど、羽織るザク以外の、破壊して全部破して、で自分の手札デッキエクストラデッキ墓地からカード名が異なる覇王剣竜モンスターを4体まで召喚条件を無視で特殊召喚できるっていう、クソヤバい子が書いてあるんですよ。だからこれ発動できると、あの羽織剣竜、スターベノムとか、覇王剣竜ダークリベリオンとか、覇王剣竜、クリアウィングとか、覇王剣竜、どれだこれだ、覇王剣竜オットアイズとか、この辺のモンスターが全部このカード1枚から出てくるんですよ。このコンボをね、今日はしたくてね、したくてたまんなくてでデッキ組んできました。はい。で覇王竜の魂が通常トラップなんで、でしかも覇王の激鱗が通常トラップなんで、結構相性がいいのはやっぱ悪魔城リリスですね。あの通常トラップカードを、3枚相手に見せて、その中から1枚ランダムでセットするっていう効果なんですけど、フィードの闇属性モンスターリリースすると、でリリースと相性がいいのがディストピアっていうね、このシャドウディストピアっていう、フィールド魔法になってて、このカードとコンボすると結構まあコンボパーツ揃いやすくなるんですよね。なので、今回はディストピアとこの覇王竜の魂をセットで組み込んで、でさらに覇王の激鱗を発動するみたいなね、感じのそんな構築になっています。覇王の激鱗が、まあ、やっぱね、ちょっと、ね、条件が厳しくて、その、いやまずクリアしなきゃいけないのは、まず覇王竜ザークが存在していること、まあ、これはこれ一枚でいけるんだけど、このね、モンスターを用意しなきゃいけないから、自分のフィールド上に、まあ、これをね、クリアするのも意外と大変で、その、リエスが、もう自分のターンに効果発動してもいなくなってたりするしね、だからまあ、今回は、天国の王で、一応相手ターンに、即座にモンスターを用意できるように、天国の王を特殊召喚して、で、セットカードを守りながら、天国の王をこの覇王の激鱗のコストにするというね、動きを、まあ、していこうかなと思ってガン詰めしています。でこの辺のレベル8の、レベル8じゃねえ、守備力が2000以上の闇属性なんですけど、こいつらは全部一応アフリまでサーチができるんですよ、一応リリースすると。なので、まあ、相性は悪くはないかなっていう感じですね。でどうしてもコンボパーツが多くなるから、ドローソースがいっぱい入っているのと、あとあれですね、出てきた覇王剣竜とかは一応ね、クリアウィングはまあ結構強いかなと思うんだけど、他のモンスターそんな強くないんだよね。ダークリベリオンとか自分のターンだとまあギリ強いけど、相手ターン出てきてもあんま強くないから、なので、まあ普通にデッキ破壊ウイルスのコストにしようかなっていう守備力2000以上だし、大体全部が、なので守備力2000以上で攻撃力2500以上なんで、なんかめちゃくちゃ相性いいんですよこれ。なのでまあこの辺のカードでなんか覇王剣竜をリリースして、で相手のデッキも破壊していき、で、まあ、ワンチャン、覇王龍ザークの月の書コンボ。ザークの、特殊効果チェーン、月の書で一応効果、無効になる効果が無効になって、相手の盤面突破できるから、このコンボも入ってるみたいなね。はい。やりたい動き全部詰め込んできました。私。はい。結構楽しいんでね。割とおすすめです。はい。早速やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。なんか2枚セット来た !2 枚セットは来た。なるほど。ハッピーセットは揃っているが、とりあえず、サイドメニューを追加したいんだけど、サイドメニュー追加できるんだ、これ。月書強くね、これ。月書、クソ強くね。これ、あれじゃん。覇王竜、ザーク出しながら月書できるんじゃんね。これ、さすがに強いのでは。フリーチェーンのね、まあ、フォートラップなんで、まあ、最悪、割られてもいいから。まあ別に天国を持ってくる必要ないかなっていうね。で、ガンクセとかいうキモいことしてエンド。このモンスターが前にいないと、このね、激鱗できないんですよね。そのザーク以外のモンスター破壊しないとできないから、羽織の激鱗って。
だからね、生き物がなんか1匹以上いるんだよね。だから結構あの天国ロードが相性いいかなと思うんですけど、マギストルオブ、マギステルオブエンディミオンか。あ、オッケー。エンディミオン結構さ、スケール張った後に全部パスればいいんじゃないかな。チキンレースはまあいいか。チキンレースはまあいいや。まあ、最悪ね、だからどっか違うところで破壊、タイミング間違えたところで破壊するとさ、なんか相手動いていけるでしょ、どうせペンデラムスケールで。ちょっと一回ね、ここは許しましょう。許しましょう、いいでしょう。敵から1枚ドローするいいでしょう。スケール張って、出てきた後にぶち壊せばいいんじゃねえかな。多分ね、出てきて、カウンターがないとさ、あのデッキ何もできないじゃんね。基本的に。だから、カウンター溜まりそうだったらぶっ込めばいい。赤のプロトラップカードセット OK。メインフェイス終了前。おっ、いや、マジ。事故ってるか。なるほど。最強コンボ見せるときなんじゃないか。これ、エンドフェイズ発動するか。エンドフェイズで、ハオリの魂を発動。四天王竜をすべ、第五の次元に君臨する究極竜よ、今こそ、我と一つなのだ。脱法召喚、覇王竜ザーク。効果発動に転し、覇王の激鱗の効果を発動。覇王竜ザークが存在する場合、覇王権利をいっぱい出すことができる。そして地球の書の効果により、覇王竜ザークを裏側守備表示に先行していく。ちなみにこのコンボやっちゃうと、ザークも死にます。あの激鱗の効果で、ああ、いや大丈夫だ。ただし剣竜くんたちは出てくる。覇王剣竜オットアイス、そして覇王剣竜スターブベロム、覇王剣竜ダークリベリオン、覇王剣竜クリアウィング特殊召喚、さらにザーク効果適用。うおーつえそしてザークのモンスター効果、破壊された場合ペンデラムスケアに置くことができる。このカードはペンデラムスケアに置かれているとめちゃくちゃ強いぞ。相手が、ドローしたカードを破壊したり、相手の融合シンクロエクシーズモンスターの効果を無効化したり、いろんなことができる。アストログラクマンシャマどうでもいい、いいだろう。それエンドフェーズに出てきたところであんま関係ねえの。俺サーチ入るぐらいだろ、関係ねえ。今はエンドフェーズだ。そして覇王竜ザークをペンデラムスケールにセット。つあこいつペンデラムスケール効果もめちゃくちゃ強いですよね。ターン終了、いいだろう。我のターン。なるほど。覇王剣竜スターブレムの効果、覇王剣竜クリアウィングの効果をコピーし、相手の、モンスターと戦闘を行うダメージステップ開始に相手のモンスターを破壊しながらバーンダメージを与える効果を付与する。バトルフェイス、旋風のヘルダイブスラッシャーモノキ。うおーつえつえ今こそ我と一つなのだ。次元統合成功。対戦ありがとうございました。よし、ハオールの魂はある、いいぞ。これやっぱり、ね、結局ね、ハオールの魂じゃなくてね、ディストピアとね、このドキュー部隊のコンボ結構強いからね、まあ、これのなんかおかげで割とランクまでも戦えているわ、いるわ。なんかギリこの覇王の激鱗とかいうロマンカードを入れてる割にはね、割には強いと思うわ、デッキとしてはな。ちなみに覇王の魂を2回打つこともできるから結構強いかもしれないぞ。これ覇王の魂になぜかターン1制限はついていない。さあエンドフェイズ、さあシャドウディストピアの効果は強制で発動する、まあ、このターンリリースしながら意味がない。さあこのターン、このデッキすごい自分のターン短いんでね、割とおすすめ。ちなみにね、あ、剛健ね、オッケー。トリッピーですかね、これ。害鳥な犬用紙な、ちげえわ。なんだこれ。あー、妖仙獣。なるほど。妖仙獣か。確かに。これあれだ。エンドフェイズの処理、効果処理の順番が選べるようになったから、確か命削り妖仙獣ができるようになったんだよな。なんかこれ召喚する効果が意味ないですね。今、効果発動しないし、なんなら。要は、妖仙獣の戻る、エンドフェイズの自分の手札に戻る効果を発動する前に命削りを発動してから妖仙獣が手札に戻るから捨てられないみたいな、いう効果になったはず、一応。選べるようだったから。エンドフェイズ の効果発動順番を。いいですよね。はいはいはい。まあ、そんぐらいは還元してあげましょう。これ、わなび系から、あー、オッケーオッケーオッケー。わなび系の、はい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 。了解了解了解、そっち系のタイプね。
はいはい、おガンクセしてくれんじゃん、命削りきた、強え強いなそれ、確かにそれ強いわ。で命削りで捨てられるけど、かまいたちは帰ってくるんだよね、エンドフェイズで命削りの効果が発動する。でターン終了しようとしています。ここだ、覇王の魂の効果を発動。四天の竜をすべ第五の次元に君臨する究極竜よ、今こそこの我と一つなのだ、脱法召喚覇王竜ザーク。効果に前進、月の書の効果、自分を裏側表示にすることによって効果をリセット。これで効果が無効か、無効、効果が無効か、無効、つまり有効。うわーそりゃーつわーつわー、このコンボバリつえ。そして我のターン、ドロー、判定召喚覇王竜ザーク。ちなみにもうこのモンスターの効果は有効になっているため、効果の足しなら相手の効果では返されない。バトルフェイス、覇王竜ザークのダイレクトダック。そしてまだ俺の我のバトルフェーズは終了していない、覇王竜の魂の効果を発動。現れろ覇王竜ザーク。何、覇王竜ザークが2体ありえん展開来た、いっけ、おらー、次元統合成功。対戦ありがとうございました。このカードバチ強くない、割となんかハンドは強そう。まあ、ハオルの魂も追ってこれますしね。まあ、激鱗がちょっと打てないかもしれないですけど。空鳥、アフリマ、あ、ディアボロス、あ、ディアボロス、ディアボロス、ちょっと強そうだな。ディアボロス持ってきて、用意したらハオの激鱗打てる。打てるね。打てるわ。あ、ダメだ。あ、やべ。合金使ってるわ。ダメだ。このターン、ディアボロス出せねえ。マジか。まあ一回いいか、ハオルの魂あるから大丈夫だ、多分ハオルの魂あるから大丈夫。で悪魔城をリリース、リリースして、リリースをリリースまあデュエリストでやればね、リリースをリリースっていうセリフ多分100回くらい聞いてんじゃないかなと思うんだけど100回くらい聞いてんじゃないかなと思うんだけど、ハオルの魂をセットする。いやこれあれだったな、トラップトリックとかよかったかもしれないね。でドキュー部隊をセットして相手のカードを除去するムーブをした方が良かった気がするが、まあいいや。覇王竜の魂はね、フリーチェーンで打てるんでね、なんかその破壊されるとかいう効果にも別にチェーンできるし、結構有効、有能。なにーダニーデュエルリンクスに来た、局所はやばいデュエルリンクスに来た、やばいやばい、四天の竜を全てどのコード、覇王竜ザーク爆弾、やばい、ちょっとやばい、局所やばい、うわキモい、いや局所だっ、いやまあまあまあ、でもまあ4つの壁よ、これは。魔法カード発動した。ダイナミストチャージオッケー。覇王竜魂の効果発動。魂の効果により、覇王竜ザークをゲームから除外することによって、デッキ、エクストラデッキから、ペンデムドラゴン、シンクロドラゴン、フュージョンドラゴン、エクシスドラゴンの全てを一体ずつ特殊召喚することができる。現れろ。クリスタルクリアウィングシンクロドラゴン、スターベロム、フュージョンドラゴン、この効果めっちゃ強いよね。でブレイブアイズ、ペンデラムドラゴン、さらにアークリベリオン、エクシスドラゴン、かっけー、クソかっけー、マジでこれ1枚からここまで持っていけるの結構いいよね。クリスタルクリアウィングは結構ね硬いんでね、魔法カードの効果を無効にするっていう効果と、モンスター効果が発動したら、そいつの打点分、自分の打点を上げながら効果を受けないみたいなねことできるんで。ダイナミックス何してくんのこれ、わかんねえ。あれかな、ビヨンドザペンデラムが実装されたから、あのダイナミストも結構強化されてるっていう感じかな、まあ、多分普通に、あーエレクトラムか、あーなるほどね、まあ、普通ペンデラムっていうのだったら確かにエレクトラムしてからペンデラム、ビヨンドザペンデラムって言えば大体のスケールソローからね。クリアウィングの効果発動して、でクリアウィングさんの効果で打点をアップして、でこのターンモンスター効果受けないよっていう、状態にしとけば、まあ4800はさすがに勝て。で魔法 トラップカードの効果を無効にする効果も1回ついている。ダイナミストケラトプス OK、 でヘビーメタルフォーゼエレクトラムで、ダイナミストチャージを破壊しながら
アストログラフを回収。ああ、まあ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 、そこまでまあいいか。はいはい、どうぞどうぞどうぞ。アストログラフ特殊感どうぞ。ペンデラムをどうぞ。クリスタルクリアウィングがなんか生きてくれればワンチャンあるんですよね。これね、ちょっとね、ディアボロスじゃなかったわ、絶対これ。これ絶対ディアボロスじゃなかった、これ。これ多分ね、トラップトリックだったらね、もうちょっと妨害増やしてると思う、多分。あ、でもそうでもねえか。そうでもねえな、トラップトリック発、そうでもねえな。あの、ハオーリの魂、チェーンして、戻されるから意味ねえわ。で、謎の、ダイナミスト持ってくる。で、ダイナミスト、ペンテラムスキルにセッティングする。プレシオス、スキルもう一回ってきたら無効にするしかないかな。これ、計画狂うでしょ、多分。ペンテラムスキル。貼って、で、これ無効。クリスタルクリアウィング、シンクロドラゴンの効果。相手の発動したマジックトラップカードの効果を無効にして破壊することができる。うわーっつー、よし、事故れ、スケール事故れ。あんのかーい。あんのかーい。スケールあんのかーい。いやでもね、いやそんなクリスタルクリアウィングの4800突破すの結構難しいと思ったけどな。誰これ。あー、モンスター界は別にもう最悪しょうがないわ。大丈夫、クリスタルクリアウィングは知らない。クリスタルクリアウィングは絶対に知らない。あー、俺のエクシーズドラゴンとペンデラムドラゴン、何これ。え、バトルフェイチュー2回攻撃直接攻撃。え、あ、え